こんにちは。研究室紹介のシーズンがやってまいりまして、それで研究室の紹介をね、しようという。それは YouTube でやるっていうね。これ何年間かな、やってんですけど、結構これでね、アーカイブも残ってるので、後々になって、こういうことですよ、みたいなね。もしくは、この日を逃してしまった人もね、見ることができるので、まあ、貴重なアーカイブになるんじゃないかなと思います。はい、こんにちは、ハミルトニアンでございます。アキさん、どうもですね。解熱剤ってすごいですね。アキさんはね、リアルに初めて、お会いすることができましたが、YouTube でございますので、皆さんコメントしていただくと、一般市井の方々もですね、入ることができますし、東北大学のね、その工学部の皆さんが、大関研究室ってどんな研究室なんだろうね、っていうことは知りたいということでね、覗いてくると思うんですけれども、こんな雰囲気でございます。どこの誰が入ってくるっていうのも、拒まないっていうですね、非常にオープンな研究室でございますけれどもね。はい、こんにちは。お久しぶりです。先日の物理学会で東北大学にお邪魔しましたが、いいところですね。ありがとうございます。先週、先々週と、我々研究者界隈ではね、いわゆる夏休みなので、学会というものがあるんですね。で、その僕が所属しているのは物理学会だったり、磁気共鳴医学会というところなんですけれども、まあ、研究分野によっていろんな学会所属したり発表したりするんですね。それでですね、磁気共鳴医学会というですね、ところから そう、学会の後、熱発した人たちが多数とのメールが学会から来たということでですね、私も、例に漏らさず熱を出しております。で、それでね、あれなんですよ、僕熱とか出すと、大体寝れば治る系なんですけれども、まあね、寄るとしなみには勝てないので、で、なんか世の中では薬というものをちゃんと飲めば、なんとかなると。まあ、例えばコロナだったとしても、インフルエンザだったとしても、対症療法をするしかないんですよね。熱が出てきたら熱を下げましょう。で、解熱剤というものをですね、私、あんまり信用してなくてですね。なんだろうね、薬というものをね、あんまりね、その処方されなかった人生なんですよ。で、それでね、初めて解熱剤というものをですね、飲んだんですよ。すごいね、効くね、解熱するね。それこそ朝、熱がひどくてですね、あ、これは何もできねえよと。本当は今日東京出張だったはずなんですよ。で、なのでこれが終わったら東京に行こうかなっていう予定だったんですけれども、無理だって思ったので さっさと出張キャンセルしたんですけどね。で、解熱剤を飲んだらですね、なんとか配信はできるぞという状況になりましたので、はい。というわけで、皆さんの前に登場していると。で、しかもこれ、久々なんですよね。私、YouTube で、授業の方をね、配信しておりますけれども、8月の第1週かな？ 8 月の第1週で、授業が終わって、多分ほとんどそれ以来なんじゃないかなと。ちょっと前にはね、オープンキャンパスとかでね、お騒がせしたかもしれませんけども、その後しばらくですね、YouTube の配信なかったので、配信もね、久々でございます。はい。寿司パパさんいらっしゃいませです。こんにちは。久しぶりにリアルタイムで大関先生見てますっていうね、平日の、10時半からっていうとね、応用数学 B とかの時間でございますけれどもね、来週から応用数学 B のね、授業始まりますし、あれですよ、2学期というか、その後期ですね、我々で言うと4セメスターとか言うらしいですけれども、毎週木曜日大関が見られます。毎週木曜日10時半から応用数学 B、1時から大学院の講義で、なんだっけ、情報基礎科学としての数理情報学？今年は何やろうかなって、まだ悩んでんですけどね、量子機械学習をやろうかなって今の気分では思ってんですけど、喉の準備まだしてないので何になるかわかりません。で、あとは、4時ぐらいですか？ 4 時ぐらいから、名前覚えてないですけど、データ科学と機械学習の数理とかね、そういうのを、やろうと思ってますので、YouTube で公開しますんでね、ぜひとも遠慮なく、お越しいただければと思います。あ、うさぎさんもいらっしゃいませでございます。はい。今年度の数理情報学も楽しみにしてます。ね、もう大学院の講義で毎年違う内容をやるっていうね、自分で首を絞めてしまったもんだからね、何が起こるかわからないという話でございますけれども、何やろうかな、本当にね。いや、いろいろ考えてるんですよ。それこそ出版社からね、早く教科書書いてくださいとかね、言われるわけですけれどもね。いや、そんなこと言われましてもって感じでね。量子機械学習大流行りでしたっつったってさ、大したことできないんだよね と言って。まあそういうことはね、やってから言うしかないですよね。授業の時にその、
それこそ IBM のね、量子コンピューター使って実演とかやることかなと思ってたんですけども、いや、そうするとね、なかなかしんどいよなとか、いろいろね、悩んじゃうんですよね。はい。はい、というわけで今日はですね、研究室紹介ということでございますので、まずはですね、10時半になりましたので、オープニングから行ってみたいと思いますが、まあ、いつものオープニングでございます。いいね。あれはもう伝説になっておりますけれども、岸田総理の前で量子コンピューターのその何ですか、ユースケースを、プレゼンするというですね、イベントがありまして、それで官邸に行くと。で、短い時間でしかないから、ムービーを作ってくださいって、まあね、文部科学省の役人の方に言われて、はい、わかりましたって作ったんですよ。で、普段こんな格好してますんでね、スーツを着るとかも全然ないんですけれども、まあ、岸田総理に会うんだったらね、そりゃスーツの一つや二つ着ますよね、暑いですね。それで、準備したんだよ、前日にさ、なんだっけ、洋服の青山行ってさ、で、サイズちゃんと採寸してさ、シャツもね、僕、首太めでございますので、入ろうかなーっつって試着してさ、それで翌日行くじゃないですか、行こうとするじゃないですか。んだらさ、何が起こったかっていうとさ、国会審議のその都合で会議の時間が短くなりましたっつって、なのでそのプレゼンテーションなくなりましたって お前ふざけんなよっていうね。で、あのムービーでもかっこいいんで、その岸田総理、官邸ですか、官邸でその流しておきますとか言われて、本当かどうか分かんないんですけどね、流しますって言うから送りましたけれどもね。で、確かあれはね、もうちょっと短かったんかな、短かったんですけど、むしゃくしゃして研究室紹介動画にしてしまったっていうですね、去年のことだったと思いますけれどもね、そんなことがございまして、今もなおですね、かっこいいなと思って見ておりますけれども、私たちのですね、大関研究室はですね、どんな研究してますかっつうと、あんな研究をしております。 失礼、量子アニーリング 失礼、量子アニーリングマシンっていうのがありましてね、授業とかで習ったかもしれないんですけれども、組み合わせ最適化問題っていうのがね、線形計画問題とか二次計画問題とか多分あったと思うんですけれども、あれをですね解きましょうと。で、そうするといろんなアルゴリズムを学んでですね、それを自分のコンピュータープログラムとかで、ね、組んで、で、解いたりしてると思うんですよ。解いたと思うんですよ。で、あと機械学習とかでも、そのデータにうまく合わせましょうっていうのを学習っていうんですけど、あれを最適化問題っていうんですね。で、その最適化問題を解くための方法の一つが、まあ、量子アニーリングっていうのがありまして、で、量子って何よって言ったら、量子力学の量子なんですよ。で、その量子力学を使った、まあ、計算を行うもの一般を量子コンピューターとか言ったりするんですけど、まあ、その中で、その、なんでしょう、部分的、限定的な機能を持ったやつが量子アニーリングのマシンっていうのがありまして、
で、それがカナダの D-Web Systems っていう会社さんがですね、実際作っちゃったんですよね。量子アニーリングって、最初はあれですよ、西森門脇というですね、お二人の、日本人の研究者が、その量子力学の重ね合わせの状態とか言ったりするんですけど、普通はビット、計算をするときのビットっていうと、0と1とかで教わったでしょ。で、あの0と1のどっちかにありますね。じゃあ1だったら0にしましょう、0だったら1にしましょうとか言って、その指の折り曲げと一緒ですわ。0と1を動かしながら数字を変化させていって足し算をしましょう。例えば3たす2ってやりましょう。そしたら5っていう風に数字変えるわけじゃないですか。そういう風に計算をするときには0、1を動かせばその数字の表現ができるので、その数字を変えていくことによって計算をしましょうってわけですね。それが今のデジタルコンピューターのアーキテクチャですと。で、それに対して量子コンピューターとか量子力学を使ったその量子ビットっていうのは0と1っていうのが、あたかもその角度を持っていると。0がこれです、1がこれですとか言ったりすると、その中途半端な角度って何ですかって話ですね。0と1の中間状態みたいな感じですよね。で、その0と1の中間状態っていうのを実際に、持つことができるのが量子コンピューターの面白いところで、その重ね合わせの状態とか言ったりしますけれども、0が半分の確率、1が半分の確率で持っておくことができると。で、そうすると何が起こりますかって言ったら、1ビットじゃ面白くないんですけど、2、3、4、5、6ってね、その量子ビットが増えていくとどうなるかっていうと、例えばその0、1だったら2通りですよね。で、2、量子ビットだと0、0、0、1、1、0、1、1って4通りになるじゃないですか。で、3量子ビットになったら2の3乗で8通りあるじゃないですか。っていう風に指数関数的にその量子ビットのその表現できる数字の羅列っていうのが増えるわけですよね。で、今のコンピューターも当然その数字の羅列は操ってんですよ。なんだけれども、そのうちのどれか一つになっていると。例えば0110に今なってます。ですよねと。で、そしたらその数字を変えましょうとしたら0100とかに変えます。できますよね。4ビット使ってるじゃんって話ですよね。なんですけども、量子コンピューターのその4量子ビットの意味っていうのは、0110の状態にある確率が何パーセントで、0100にある確率何パーセントで、1000にある確率何パーセントでって、全部のその状態に対してその確率の数字を割り当てることができるんですよ。だから超並列性とか言ったりしますけれども、超並列計算をすることがワンチャンできんじゃねっていうふうに期待されて、新しいその計算のアルゴリズムを考えるとかしてきたわけですね。で、そのうちめちゃくちゃ簡単なやつで全部の状態をとりあえず重ね合わせましょう。どれにあるかわからないから。で、そのうちに最適化問題というものを命令、実行しますと。そしたら、どれか一つ最適な答えがこれですよっていうふうに答えが出てくるんじゃねっていう方法を考えついて、それが量子アニーリングっていうものなんですね。で、量子力学とか量子なんちゃらっていうのは、物理の世界の言葉でございますので、もしかしたらうちのね、なんだっけ、電気情報物理工学科。長いよ。うちの学部のね、皆さんからすると、量子力学とか統計力学とか物理の科目ってあんまり受講してないと思うんですけれども、うちの研究室に行きますとですね、そういった情報科学の問題よりもそういう物理的な、用語であったりとか計算方法だったり考え方みたいなのがその薫陶される、日々の議論で、培われるかなと思いますので、そういった意味ではですね、ちょっと趣の違う研究室になるかなと思います。はい、なんですけれども、その量子アニーリングを使って、組み合わせ最適化問題を解いて、例えばですね、工場のスケジュールの調整とかですね、なんかの商品を作りましょう、製品を作りましょう。で、そしたら、こういう順番で工程があります。で、だけれども途中でですね、なんか常前顧客からですね、なんかこれ作ってよって言われるわけですね。で、そしたらちょっと開けて、これを先に作らないと、怒られるとか、だけど、それで他の商品作らなかったら、これもまた怒られるってなるので、怒られないように、全部締め切りが間に合うように、うまく機械とか、うまく人であるとか、そういう配置をしましょう。これも立派な組み合わせ最適化問題なわけですね。で、その組み合わせ最適化問題を、解きましょうって言って、今のコンピューターで優れたアルゴリズムというのは当然あるんですけれども、二次計画問題っていうやつがありまして、みんながね、多分授業で多く習っているのは線形計画問題ってやつなんですね。一次関数的な、線形代数で y イコール ax みたいな書いてあるやつですね。ああいう線形計画問題系、線形の関数で記述できるコスト関数とか言ったりしますけど、これで最大化すると嬉しい、これを最小化すると嬉しいと。例えば無駄な時間がなくなるとか、締め切り納品に間に合うとか、
そういうために時間を短くしましょうみたいな、その時間をコスト関数で表現する、関数で表現する、お、数学の力使うんだねって感じでしょ。でそれで線形で書かれてる場合は線形計画問題っていう方法があるので、それで解くことができると。なんだけど、世の中線形だけで表せるとは限らないと。二次関数で書いた方がスムースだよねっていう時もありますと。でそういうのは二次計画問題とか言ったりするんですけど、二次計画問題で、0、1、離散的、例えばそのスケジュールの話だったら、やるかやらないか、レポートをやるかやらないか、この、授業を取るか取らないか、ね、そういう二次の問題とか離散的な変数を使う問題の場合で、二次関数のコスト関数を持ってるやつってのは非常に難しいんですよ。で、未だにもってその近似解法がなかなかあんまりいい近似解法でもなくて、もっといい方法を作りたいよねっていう話と、まあ別の、方法論が必要だよねっていうところに、量子アニーリングっていうのが出てきたので、ワンチャンいけんじゃねっていう期待が込められていたりします。で、まだね、今のコンピューターすっげえ早いんで、量子アニーリングマシンとかでですね、実際にやってみると、すってんてんに負けたりもします。なので、調べていただければわかりますけど、量子アニーリングでね、調べていただけると、全然、早くないとか、ダメだったとか、そういうレポートもあると思うんですよ。聞いたの記事とかね。なんだけれども、大体こういうところでですね、逃げると、諦めると、研究って終わるんですよ。研究って意地です。とにかく、いい結果が出るまで、己の信じた道を進めっていうわけですね。もちろん、その信じるっていうのは、その裏があるんですよ。そういう何かしらの新しいアイディアがあって、これをやれば、きっとうまくいくみたいなね。で、うまくいかないことの方がほとんどなんですけど、うまくいくって信じて、もうアホみたいにやり続けたやつだけが勝てるゲームです。なので、研究室紹介っていうか、もう研究の一般論言ってますけど、研究は諦めが悪いやつが、頭がいいやつが勝つんじゃないです。諦めが悪いやつが勝ちます。意地です。で、そうすると、他の人がやっている深さ、異常に深くなるので、それで、なんだろうな、出し抜くというか、他の人には気づかなかったことに気づいたりとかするっていうのがありますんで、どんな人に来てほしいかというとですね、諦めの悪い人に来てほしいです。はい。僕ははっきり言うと、諦めが悪すぎます。はい。実際の自分の研究のね、経験で言いますと、いわゆる4年生の時に卒業研究っていうのをやるんですけど、その卒業研究の時に渡された論文、いや、これ読んで参考にするといいよって言われた論文があるんですけど、まあ、それを読むじゃないですか。80ページぐらいの論文だったんですけど、24ページしか読めなかったんですけどね。それで、卒論にする、まあ、ネタみたいなのもらって、で、それの計算しますよね。計算プログラムバグしてて、全然結果が出なくて、まあ指導教員から、まあ、怒られるっていうことはあれですけど、呆れられる。そうか、バグですか。じゃあこの結果は信用ならないんですねって言われたっていうね。信用ならないって人生の中で言われたら悲しいっすよね。まあそういうこともあったんですよ。で、修士1年になるじゃないですか。で、修士1年になったら、そんなバグが出てきてさ、こんにちはみたいなゲーム、ゲームじゃねえや、研究してたんで、まあニッチもサッチもいかねえよなと思ったから、別の研究やるべきなんですよね。で、別の研究一瞬行ったんですけど、なんか諦められなかったんですよね。卒論の時にやってた研究が。なので、修士1年の時に、なんかお茶を濁すかのように他の研究やってたんですけど、やっぱり気になるからってやり直ししたんですよ。で、そんでもバグ取れなくて。で、そんなことやってっから、右往左往してるから、大関君、一体君は今何をしてるのかねって言われちゃって、あっはーと思って。すいません、何もやってませんって、まあ、なんかやってるんですけど、バグが取れないので、何もやってませんっていう状態だったんでね。で、そしたら、その卒業研究に関係する内容分野で、こういう話題があるよっていうことで、まあ、修士1年の後半から別のテーマいただいたんですけど、それから、修士2年、博士1年、僕博士からできましたからね、博士1年、博士2年、博士3年、足掛け4年。卒業した後もやってたので、5年ぐらいは同じ研究やってました。うん、で、そうしたら、まあその分野では世界一になりました。うん、だからそれぐらいの期間かければ世界一になれるんですよ。それが修士課程と博士課程。で、それは早めに行うのが学士の研究、学部の研究なんだろうなと思っております。なので、そういう意味では、ネタに恵まれることとか出会い運命みたいなのもあるんですけれども、ぜひともですね、うまくいかないから投げ出すっていうのはやめた方がいいです。うまくいったら他の人ができなかったことができちゃうっていうレベルが研究なので、で
東北大学の学生さんだから余計言いますけれども、みんな頭いいからね。比較したらあいつよりとかこいつよりって絶対あるんだけど、なんとかの科目は負けたとか、点数的には負けたとかあるんだけど、よくよく考えてみな。優秀な君たちなのよ。で、それで、研究という分野に、まあ、なんだろう、仕事に行くわけですけれども、そこで興味を持つ内容はね、うちの研究室に限らず、世界最先端の研究をしてるわけですよ、東北大学の先生なんだから。それはさ、一丁紙してさ、深めていったら5年かけたら世界一になれるわけですよ。こんな面白いことないでしょうっていうのが研究でございます。はい。なので、そういった観点でですね、自分が、まあ、ある意味興味を持って、まあ、死ぬまでやりたくなるような、夢中になってやりたくなるようなものは何なのかってことですね、見ながら考えながら研究室って選んでいただきたいなと思いますけどもね。僕研究室に学生さんが来た時に大体聞くのは、我を忘れて、寝食を忘れてやっちゃうことって何？って聞くんですよ。まあ、僕の場合はゲームですとかね。ファイナルファンタジー16はあっという間に終わらせることができちゃいましてね。ゼルダの伝説のティアーズ・オブ・キングダムはまだね、のんびりやっておりますけれどもとか、ファイナルファンタジーのリバースはまだかってね、待っておりますけどね。2月誕生日でございますから、すごい楽しみなんですけど。まあ、そんな感じで、好きなことってあるわけですよ。ね、いや、そんな研究に関係ねえじゃんとか思うでしょ？いや、関係あるんですよね。そのファイナルファンタジーの何が好きなのって言ったら、俺 3D コンピューターグラフィックが好きなんですよ。で、今研究で倉庫の配置の最適化っていうのを量子アニーリングでやってるんですよ。で、その結果をですね、ユニティを使って3次元で、そのコンピュータグラフィックに書き起こしてるんですよ。面白いっすよ。量子アニーリングでわーって最適化されるでしょ。ビフォー、アフター、バーンって出るわけですよ。で、それが、なんていうの、ビフォーの位置からアフターの位置まで、ちょっと飛んで、なんかグルーンって感じで移動するっていうアニメーションつけたのね。超感動しちゃってさ。ね、研究に関係するでしょ？ そういう意味で、ついつい自分がやってしまうこと、まあ好きなことみたいなのが研究に関係することになったりするので、そういった意味では大事なこと、好きなことなんですかっていう質問をよくしますね。で、まあ、一応研究の所作的にはコンピューターでシミュレーションをする、Python でプログラムを書くことが多いですね。で、あとは、手計算。うちの研究室は手計算をします。なので、そういう意味では、今までの学部の講義でですね、得意だったことは何ですか？応用数学へのレポートを解くことですとかね、そういうような手計算が好きだった人とかいうのは、うちの研究室でも、割とうまくいくんじゃないかなと思います。どんな研究をしてるのかっていうのはね、私の YouTube の大学院の講義を見るとよくわかるんじゃないかと思いますけどね、添え字がたくさん、ラフス積分しまくるみたいな感じで。とにかくイコールバシバシ式変形をしていくみたいな研究が好きな人は、そういうのやるといいかなと思いますね。はい。昨日も実験失敗したから今日リベンジです。テヘペロ。ね、これですよ。この意地。実験失敗したのは自分のせいか、世の中のせいか、運命のせいか、つってね。自分のせいなんですけど。でももう一回やってみよう、つってね。で、失敗すれば失敗するほど何が悪いかっていうのが分かってくるので、その自分が賢くなるってわけですね。で、それで、一番綺麗な、うまい実験ができるときに初めて非致命な結果ができるということでね、頑張っていただきたいと思います。うさぎさん、そういえば、今年の進化計算シンポジウムのコンペテーマ、ジョブショップスケジューリング問題ですね。今年の QA4U 受講生で参加して優勝を目指すっていうね。QA4U っていうのは、YouTube でも公開しております、量子アニーリングの、ワークショップみたいなのがあるんですけどもね。うちの研究室でどんな研究をしてるのかっていう、どんなノリなのかっていうのを知りたかったら、その QA4U、QC4U っていうのを調べていただいて、どんなノリで先生が喋ってるか、どんなノリで、受講生の人たちがですね、研究してるのかっていうのを見ていただいたらいいかなと思います。はっきり言いますけど、YouTube の私と全然変わらないですからね、普段もね。それこそ、前回やった生配信で、オープンリサーチスタイルっていうのをやり始めたんですけど、研究室で研究をみんなでやってる様子を、YouTube で公開するっていうのをやっておりまして、それなんか見ていただけるとですね、どんな風な雰囲気で研究してるのかなっていうのがわかるかなと思います。あ、魚さんお久しぶりでございます。いや、こちらこそ。YouTube の配信自体がお久しぶりでございますからね。はい。明賀さん、信号の最適化って私が40年前に卒業した、工学部土木工学科、道路教室でやってました。ね。うちの学生さんで、まあ、卒業生もそうだし、今回、修士1年の鹿内くんが、信号のね、量子アニーリングによる最適化をやりまして、これまた論文にしてですね、投稿してるんですけども、研究をするとですね、何をするのかっていうとですね、一番重要なのはまず研究することですよね。どんなそのライフプランで研究は始まるかっていうと、まあ、大体は論文読みます。
論文っていうのは、その英語で書かれている論文が、まあ、主なんですけれども、まあ、世の中にどんな研究がなされているかっていうのを、まあ、リサーチ、サーベイします。で、そしたら自分が興味を持った、まあね、課題があるわけですよね。あ、こんなことが分かってるんだ、こんなことが分かってないんだとか、そういうことをまず調べてもらう必要があります。で、それこそ量子コンピューターに興味を持ちました。じゃあ量子コンピューターってすげえのかなと思って調べるじゃん。全然すごくないってことが分かってくるみたいなね。で、なんですごくないのか、すごいと思われてるのに、そのネックになってんのは何ですかって調べていくわけですよ。で、そうすると、そのボトルネックなるものを解消するのが俺の目標になるじゃないですか。っていうふうに、みんなができていないところ、世の中ができていないところはどこなのかっていうのを見抜くっていうのがまず最初にあります。だから、うちの研究室でも最初は論文をとにかく読めって言います。人の論文を読めと。で、いろんな論文あって、最初はね、英語もよく読めねえ、ディープ L があるからいいじゃんとか思うんだけど、よくわかんねえ文章っていっぱいあるわけ。で、それでもなんとか読み解いて、なんか5個ぐらい読むとね、大体雰囲気わかるんですよ。あ、こんなことしかわかってないんだね、みたいな感じで。で、そしたら、じゃあ、俺が何とかしてやる、みたいな感じになるわけですよね。で、そうすると、課題ができます。で、その課題に基づいて、僕も研究を開始するんですけど、次に必要なのは、その課題を克服するために方法ですよね。どんな方法でやりますか。これまた、先生だったり先輩だったりももちろん知ってる場合もありますけれども、大体知らないんで、研究なので初めてやることしかないんですよ。だから大体知らないです。で、それもやり方、うまくいきそうだったけどいかなかった方法とか、もうちょっと頑張れよみたいな方法ってあるわけ。その論文読んでると途中で落ちんでる論文ってあって、すげえ壮大なイントロダクションがある割には最後の計算なんか平方完成で終わるみたいなね、そういうあれみたいな研究ってあるんですよ。でも、その先を、粘って自分が初めての式変形とかコンピューターシミュレーションで非自明な現象とかを見つけたら、先に進むっていうことになりますよね。そんな感じで徐々に徐々に進めていくっていうのが研究になっております。で、うちの研究室では、毎週火曜日と毎週木曜日ですね、毎週火曜日に、3時半頃からですね、研究室全体ミーティングというのがございまして、研究の進捗ですね。まあ、大体、研究に進んでいて、みんなに聞いてもらいたいみたいな状態にある子たちを、じゃあ君が来週、君再来週みたいな感じで指名してやってもらう。で、研究が進んでる人は進んでる人ほどそこで発表する機会があるわけですけどね。で、まあ、ある意味、若手の人たち、学部生とか修士の学生とかは、そこがある種の憧れの場で、そこで発表することを狙うというわけですね。で、そんな感じの研究室の、まあ、研究ミーティングがありまして、で、毎週木曜日3時半から、これまた3時半からですけど、後期どうすんだ？3時半からですけれども、論文紹介ミーティングっていうのがありますね。最近こんな論文がありまして、僕読んでみたんですけど、こういう感じの内容があって面白いと思いますってことをみんなに紹介すると。これが一応基本スケジュールです。それ以外は一切自由でございます。 この自由っていうのがですね、諸刃の剣でございましてね、まあ、いわゆる放置系です。先ほども言いましたように、自分がやりたいことを探さなきゃいけないっていうのはありますんで、ただもちろんそれで放置したって見つかるわけねえだろうって話はありますんで、こんなのが面白いんだけどねとか、こういう研究があるんだよねっていうのは、スラックでどん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 、論文をね、紹介していく、これ読んだらいいんじゃないかな、こんな研究最近流行ってんだねみたいなことを僕はつぶやいてるので、それを、まあ、ある意味貪欲に食ってくださいっていうね、ことはあったりします。で、あとはグループ制を敷いていて、結構な人数がいますのでね、グループ制を敷いておりまして、だいたい4、5人、5、6人ぐらいのグループを1つ作って、で、中にはスタッフさんがついてたり、博士課程の学生さんがついてたりして、メンタリングをしてます。例えば、まあ、研究所ね、つまずいたことがあったとか、こういうこと知りませんかとか、あとは発表の準備とか、論文書くときに、こういうことにちょっとつまずいてるんですけど、助けてくださいとか、そういうなんか悩み、質問っていうのが、できるようにグループ制を敷いていて、で、そのグループで、ミーティングも毎週やっていただいているというわけでございます。で、あとは、まあ、個別に輪行、一つの教科書とか論文とかをみんなで回し読みするというか、みんなで、これああなんじゃない、こうなんじゃないということをディスカッションしながら読むと。まあ、そういう意味では普通の理論的な研究室と一緒なんじゃないかなと思います。何分特別なことはやってません。で、大体のスケジューリングでは、4年生の方々は、まあ、所属していただいて、 まあ、そういう研究室の、スケジュールにね、慣れていただいて、夏ぐらいまでは
まあ、大学院入試がありますので、まあ、それを見ながら、勉強してもらいながらっていう感じになって、本格的に研究が開始されるのが、まあ、今ぐらい。9月、10月ぐらいに、おし、このネタやってみろとか。まあ、運が良いというか、流れが良いと、その前から、この方向で研究したらいいんじゃないみたいなのが見つかったりはするんですけど、まあ、人それぞれで、まあ、大体この9月、10月ぐらいに固まって。んで、半年ぐらいですね、2月、3月ぐらいまでかけて、研究をしますと。こんなところで世の中はつまずいてる。じゃあそのつまずいてるのを俺がなんとか解消してやろうよっつってね、新しい研究をして計算をして新しい現象を発見して、論文にまとめ、まあ、その卒業論文でまとめたりするんですけど、その卒業論文でまとめるのは日本語です、うちは。で、まあ、もちろん英語でやりたいっつったらやってもいいんですけれども、そんで結構ですね、レベルが高いんですよ、ありがたいことに。なので、その論文、卒論になるような内容によの内容によっては、いわゆる学術論文っていうやつですね。学術論文っていうものに投稿していただいて、デビュー、研究者デビューというのをね、していただきます。なんか最近 M1 でも論文を書いてしまうというですね、めちゃくちゃ早熟な感じの、仕上がり方をしておりますので、大変頼もしいんですけれども、そんなスケジューリングで、今をやっております。4年生が卒論やって、 M1 の段階で学術論文を書いちゃう。ちなみに、そういう研究の成果がありますと、学会発表っていうのがございましてね、先ほど、ね、話題になりましたけれども、日本物理学会はこの前は東北大学の川内キャンパスと青葉山キャンパスで開催されまして、まあ、そこでね、講義室とかで、俺の研究はこうなんだっていうので、大体10分ぐらいで発表したりとかね、そういうことをしたりします。で、この前は自費表明学会っていうね、軽井沢に行って、だからそういうふうに日本各地でいろんなところで学会やってるので、まあ、ある意味この研究者のちょっと面白いところは、その研究成果でもってですね、全国行脚ができます。だから自分の行ったことのない土地に仕事で行くっていうことがよくありますので、まあ、そういった意味でも研究成果を上げていただいてですね、いろんな土地を、冒険していただいてもいいんじゃないかと。で、これは国内だけじゃなくて、国際会議とかいうのがあるんですよ。海外でですね、一堂に研究者たちが会して、その分野に関して議論をすると。で、その議論をする元ネタとして、皆さんがやってきた研究をコントリビューティッドトークっていうんですけれども、その話題に貢献するトークをすると。研究者のプレゼンテーションをすると。で、そのプレゼンテーションをして、この分野ではこういうことが今分かってなくて、こういうものが今あなたの、まあ、プレゼンテーションによると、研究によると分かるようになったんだねっていうことで、それでみんなで先に進んでいく、みんなでディスカッションして真理を追求していくっていうのが国際会議っていうのがあるんですけれども、そういうのもですね、アメリカだったりヨーロッパだったりオーストラリアだったりもいろいろあるんですよね。東南アジアだったりとか、もう中国であったり韓国であったり台湾であったり、それに行くのはね、この商売のある種の役得だと思います。大変なんですけどね。まあ、それこそコロナになっちゃったので、なかなか渡航制限があって、最近まではね、スムースにはいかなかったところはあるんですけれども、まあ、英語で発表するのもそうですし、異なる文化の、人間と交流をして友達になってですね、一生の友達になったりするんですよ。この前7月東京大学で国際会議が開催されてですね、スタッドフィズっていうんですけれども、国際会議が開催されてね、僕イタリアに1年ぐらい行ってたんですよ。で、1年ぐらい住んでたので、まあそれなりに友人できるわけですよ。で、そしたらそのスタッドフィズにそのイタリア人の友人が来てくれて、久々にね、お話できて嬉しいねと。で、家族がどうなったとか、誰々さんはどうなったとか、あそこのピザはどうなったとか、そういうね、世間話とかもね、したりしましたけど、まあそういう世界中に、もちろん今、インターネットがあるから何とでもなるでしょうっていうのはあるんですけど、オンラインゲームで友達なんかいくらでもいるよとかね、そういう考え方もあるんですけども、まあリアルの本当に一生もんの友達を、まあ仕事上ではあるかもしれないけど、まあそういう文化的交流をして、まあね、言うたら日本の大学から世界に羽ばたくわけですよ。そういうことができる意味でも、いいチャンスができるのは研究活動なんじゃないかなと思います。もちろん民間企業にお勤めになられて、海外の 営業所とかに派遣されるみたいなことはありえるんですけれども、だけどね、研究者のいいところは、研究のその話だけでもって世界を渡り歩けるんですよね。で、やっぱり人類の興味っていうのは世界中一緒でございまして、
まあ、やっぱりインターネットのおかげなんですけれども、論文とかも世界中に届くわけですよ。なので、すげえ有名なその研究をした、すごい、進展を示した研究をやったやつっていうのは、日本人だろうが何だろうが注目されるわけですよね。で、そしたら国際会議とかに行ったら、おお、あいつだよみたいな感じで で、声かけられて、夕飯一緒に食べてとか、そういう感じの交流がね、できたりしますね。はい。前日の学会は初参加で発表しました。質疑応答でしどろもどろになりました。反省点。質疑応答ってさ、難しいよね。英語だったらさらに大変でございますけれどもね。日本語でもさ、何言ってんのこの人みたいな質疑応答する人もいるんですよ。質問の方でね。嫌がらせだろみたいな質問とかもあるわけ。でも、それに対しても、なんでしょうね。冷静に、対応することができるかみたいなね。まあ、それで人間力を鍛えるっていうのがね、目標だったりしますんで。はい。なので、まあ、しどろもどろになったっていうのはね、結構、クリティカルな質問されたんかもしれないですけれどもね、反省はもちろんしていただいて結構でございますけど、そんなに凹む必要はないです。はい。私も、初めての学会発表でどうだったんだろう、俺。質問されたっけ？そもそも初めて物理学会に参加した時は青森の学会で、青森大学で、私立なんですよね、青森大学って で、青森なんだけど、ホテルが足りなくて弘前で泊まってたんですよね。そう、学会でね、田舎の方でやるとですね、ホテルが足りない問題っていうのがあるんですよ その後、同志社大学で発表したのは、それがデビューかな。2回目の発表は卒業式だったんですよ。M2 の。M2 の卒業式の日に発表だったんで、聴衆の皆さんに、はい、皆さん注目っつって、今日は僕の卒業式の日ですので、卒業おめでとうっていうことで拍手をくださいっつったら、みんな拍手してくれたっていうね、そういう感じの雰囲気が学会にありますので、楽しんでいただければと思います。はい、学会研究会はね、飲み会メインでございますけれども、もちろんね、お酒でなくても、お食事でも全然ね、おしゃべりで結構なんですけれども、まあ、そういうふうに人の交流ができる、一箇所に有名人、一箇所にその分野の研究をしてる人が集まるっていうことで、手っ取り早いんですよね。そこの場所に行くって結構しんどいわけですけど、新幹線だったり飛行機だったり乗るわけですから、で、お金もかかりますから。一応あれですよ、研究室でそういう研究活動を行う上では、研究費っていうのがちゃんとありますので、その旅費とかはちゃんと出ますので、ご安心ください。学生の皆さんね、宿泊費だったりとか、新幹線飛行機代はちゃんと実費で出ますので、宿泊費だけは定額支給でございますけれども、出ますので、ご安心して、研究成果をバンバン上げてですね、もう大関の財布がなくなるぐらいにですね、研究していただければと思いますけど、まあ、そういうふうに、その旅先に、そのちょっとめんどくさいけど行くことによって、多くの研究者が集まるんですよね。で、何が面白いって、結局、大学じゃないところに行くので、まあ今メールとかスラックとかのせいで、通知が来るようになっちゃいましたけど、少なくともその普段とは違う環境で、その隔離された環境で、ある意味研究のことだけ考えて良さげな雰囲気の場所に行けるんですよ。なので、もうとにかくその分野のその研究の、その自分の研究もそうだし、相手の研究もそうだし、今こういうこと考えてんだよねっていうのを、とにかくディスカッション議論する場所になるんですね。だからすごい集中して、しかも刺激もされてやる気が出る。ああ、こういう考え方を持ってる人がいるんだとか、こういう計算方法があるんだとか、いろんな情報が手に入る。で、しかも自分にない何か実験装置とかアイディアがあった時に、ああ、それがあればできる、私のこういう考えで研究ができるので一緒にやってくれませんか？みたいなね、共同研究の申し込みとか、あり得るので、だからそういう出会いを大切にするためにですね、学会研究会っていうのはね、ぜひとも行ってほしいなと思いますね。はい。うさぎさん、質問が出るくらいいい内容だったんですよ。いいこと言うね。チェアしか質問してくれない時の雰囲気に勝てない チェアっていうのは司会の方ですね。司会の方が、まあ、議事進行しておりまして、で、質問ある方って、その発表が終わった後言うんですよ。スインってなることがあるわけですね。で、その時に、司会、大変なんだよ、座長とかね、司会やるっていうのはね、事前に読み込んで質問を用意する人もいれば、
その場で聞いて、質問考えるやつもいるんですけど、まあ僕なんですけど、いやー、この発表でどこ質問したらいいかなとかね、悩む時ってありますけどね。僕の友人の某山形大学の某安田宗樹ってやつがいるんですけども、最初の座長の時に、一切質問しないっていう座長をやったっていうので有名なんですけどね。もう、耐えられなくないって聞いたんですけど、はい、いや、座長なんだからさって話したんですけども、まあそういうね、質問を、招く発表ができたら、まあ、やっぱりね、行ってよかったなっていう感じがあったと思いますんで、そういう意味ではね、しどろもどろになったかもしれないですけれども、いい経験なされたんじゃないかなと思います。物理学会でね、うちの研究室の学生さんも何人か発表しましたけれども、しどろもどろにはならなかったけど、すげえいやらしい質問がたくさん飛んでて、大丈夫かな、うちの子たちって心配になったのは私だけだったっていうね、本当に立派な学生さんに成長したなと思いますけれどもね。まあ、基本的に私、放置プレイで、まあ、研究に関してはガチで行く人なので、まあ、研究のディスカッションをしてるときにね、本当によくわからないときに、なんでそうなるのってちゃんと聞くんですよ。で、まあ、自分でも計算したりとか確認したりして、嘘やろとか思いながら研究一緒に追ってるわけですけれども、まあ、そういうことをするとですね、なんでしょうね。たくましくなりますね。本当にたくましいやつらがうちには多いなと思いますんで、まあそういう意味では自分を、磨く、鍛えるっていう意味でもですね、うちの研究室来ていただけたらと思いますね。はい。座長から質問要員として同意され、帰りの飛行機ギリだった。お疲れ様でございます。そうなんですよ。仕込みというかね、やっぱりその分野、系統、知ってらっしゃる方いるんで、そういう人たちをちょっとここに、ここにと、ここに、ここに。用意するってのはありますね。と昔に僕が大学院生の頃かな、大学院生の頃にその研究発表をしに京都大学の、パナソニックホール、だから基礎物理学研究所でやってた国際会議に参加して発表したんですよ。で、そしたらその何月何日までに、その何でしょうね、出張するって最初に申請するんですけど、その申請通り帰るしかないじゃないですか。で、そしたらさ、すげえ有名な人が僕の発表を聞いてきて、で、質問してくれたんですよ。で、あ、それについて、まあ、ある意味議論を続けたいっていう話になったら、あなたの講演はいつですか？って言ったら、明日だって言われて、うーん、つって、帰りましたよ、まず。で、翌日朝一番の新幹線で先生に言って、もう一回行かせてくださいっつって、行きましたよ。まあ、そんぐらいね、研究者同士の、交流っていうのは非常に重要でございますので。で、なので、大学で研究するって考えない方がいいです。外で、学会とか、研究会、国際会議でいろんな人と研究交流をするんだっていうことを目標に置いていただきたいなと思うんですね。で、そのために、ネタになる研究をするっていう。もうみんなとつながるために、みんなと対話するために、その分野の研究をやるっていうふうにやると、結構楽しかったりします。研究ってね、とにかくへこむんすよ。うまくいかないことがほとんどなんで。で、そういう時に助けられるとか刺激になるのが他の研究者の存在だったりする。自分の研究室のライバルみたいなね、同級生とかいっぱいいるんだけれども、そんなんじゃないんですよ。もういっそ違う人と、コラボレーションもそうだし、いっそ違う人と仲良くなる方が超楽しいので。僕も引きこもりでございますけれどもね、友達的なものを作るのは無理な人なんですけれども、人と目合わせて喋るの苦手ですからね。だけれども、こうやってね、アキさんとかとね、仲良くなったりするんで、まあ、やっぱり研究上の交流っていうのは楽しいですよね。はい。発表内容について面白がっていただきました。次の学会までにいろいろまとめたいところ、来年は北海道。そうなんですよ。3月はオンラインで、9月がね、物理学会北海道ですんでね。釣り学会北海道楽しいよ。もうラーメン食べ放題でございますからね。あとおすすめはイカ。生きてるイカ。めっちゃうまい。イカ刺し。めっちゃうまいんでね。北海道みんなで行きましょう。まあそういうふうにね、研究者っていうのはですね、学会に行くことを目標にしておりますんで、まあぜひともいい研究をしてですね、そういうふうに世に羽ばたいていただければと。で、その踏み台にうちの研究室を使っていただければと。思います。はい。研究室紹介なのか、研究者としての心構えなのか、よくわからないですけどね。はい。ラーメン出さないと、ネタ作らないと。あれですよ、味噌バターコーンラーメン、めちゃくちゃうまいですよ。行きつけのラーメン屋さんがあるんですよ、北の方に。とか、あとスープカレー。スープカレーがめちゃくちゃうまいんだよね。なので、行きましょう。こんなもんです、研究者なんて。
ね、なんかふんぞり返って、なんかすげえ高尚な研究をしてるんじゃないかとか思ってるかもしれないですけど、ラーメンのために研究をしてます。はい、そういうのが実態でございますので、まあそういう意味では、あんまり肩肘を張らず研究するってね、どういうことなんだろうみたいな、その面持ちとかあるかもしれないですけれども、まあサークル活動みたいなもんなんで、究極論文を書くって何かっつったら同人誌なんで。もともと論、あのね、何が言いたいかというと、論文っていうのを書くらしいじゃん。どんな論文かって、ね、一応見せるか。本当はね、画面を切り替える準備してたんですよ。論文とかね、調べるといいですよ。研究室に所属する前に。アーカイブっていうのがあるんですよ。このアーカイブっていうのは、まあ、僕らの分野なんですけど、アーカイブっていうのがあって、その論文を、その投稿する前とか後に書いた論文を保存してもらうんですよ。で、オンラインで公開するので、どんな内容の研究がなされてるかっていうのは、まあ、ある意味わかるんですね。で、それで、例えば、まあ、僕のね、正木大関で検索していただくと、まあ、最近の、学生さんが投稿してくれた論文とかありますね。あ、こちらあれですよ。QA4U2 での、イベントでできた論文でございますけどもね。これがあれですね。トラフィックシグナルオプティマイゼーションだから、信号の最適化、量子アニーリングで、実際のマップ上で、トラフィックシグナルオプティマイゼーションを量子アニーリング使ってやりましたよっていう、鹿内くんっていうね、M1 の学生さんの話とか、ハイブリッドアルゴリズムフォーリニアプログラミングリラクゼーション、クォントマンニーリングってありますけど、高林くん。これも M1 ですね。恐ろしいな。オンラインキャリブレーションスキームフォートレーニングリストリクテッドボルトマシーンズウィズクォンタムアニーリングっていうのも、後藤さんっていうのがね、共同研究をしているホンダの、会社さんの、人でございますけれどもね。うちの研究室は、学生さん多種多様です。まあ、通常の学生さんもいらっしゃれば、社会人ドクターの方も結構いらっしゃいまして、で、あと企業さんと共同研究をしてますんでね、このうさぎさんとか、うさぎさんとかラーメンではしゃいでる人ですけれども、ちゃんとした企業の、ちゃんとした企業、企業はちゃんとしてますけど、ちゃんとした企業の、共同研究相手でございますからね。とか、そういう意味では、なんでしょうね、大学だけではない、基礎科学だけではない、ちゃんと応用実用研究もしているっていうのがうちの特徴かなと思います。バーチャースクリーニングオブケミス、ケミカルスペースベースのクワントマニーリングというのもありますけど、これもね、LG 電子さんですね。田中さん、佐藤さん、千葉さん、リーさんね、韓国ですね。茶さん ですね。彼らと、化学の、新しい材料を作るために、スクリーニングっつって、まあ、候補物質をスクリーニングするっていう話なんですけど、そういったものを量子アニーリングで探すとかね、そういう研究をしてたりします。こちらの長谷川さんも社会人ドクターですね。カーネルラーニングバイクオンタマニラ。これ結構面白いと思うんですよね。とか、こんな感じで論文ね、検索すればいくらでも出てくるんですよ。で、読んでみてください。で、そうすると、まあ、最初わかんないんだけどね。わ かんないんだけど、あ、なんか見たことのある数式が、ね、あると思うんですよ。例えばこれとかそうなんじゃない？カーネルラーニングなんて聞いたことないでしょ。カーネル法っていう機械学習の手法のやつなんですけど、それをラーニングしましょうっつってね、まあ学習しましょうって話なんですけど、これもですね、一見するとわかんねえよって話かもしれないですけど、ここ。ほら、E の I オメガ X ってなんやねんこれって、フーリエ変換なのよ。だから応用数学 A、B の人たちからしたらわかるわけね。フーリエ変換されたものだよ、カーネル関数は、っつって。で、そういうふうに見方を変えると、実は何かの期待値っていう計算ができますと。期待値を計算するために、量子アニーリングマシンのサンプリングを使って計算しますよっていう方法だっていうのが、ここを読むとわかるんですけれども、まあ、自分たちがやってきた、まあ、コサインサインとかもそうですよね。フーリエ変換とか、まあ、学部でやってきた数学の内容がちょっと毛が生えて、量子アニーリングっていう新しい手法と混ざることによって、で、研究分野になっているというわけでございますね。うちの助教の奥山君とね、セッションセオレム、インクォンタマニーリング、ウィズディタミニスティックアナログコントロールエラーとかね、いろんな研究をやっております。この俊太郎岡田さんも、共同研究先のね、企業さんでございますね。幅蓮一郎君、これは博士課程の学生でございますね。はい。マルチ AGV って書いてありますけど、これ何かっつうと、途中ムービーでも出てきましたけどもね、無人搬送車。工場の中で自動運転する車みたいなのがあるわけですけど、それを量子アニーリングで制御しましょうね。で、ここに書いてありますけど、キューボって書いてありますけど、これがその二次計画問題ってやつね。最適化問題をコスト関数で書いて、で、解かせましょうって話です。
で、そのコスト関数を最初ね、俺がまあ、その何年か前に、デンソーさんと共同研究で作ったのよ。こうやったら無人搬送車の制御ができるって言ったら。ほんならさ、ハバくんがさ、いい意味で生意気にもさ、小関さん、あれさ、もうちょっとこういう風に直した方がいいと思いません？って言われて、マジでっつって、マジだったっていうね。そういう、新しい改良法を学生から、していただいたっていう研究で、ちょっと僕の中では結構気持ちとしては、エポックメイキングだなと思いましてね。で、こういう実際の地図で、無人搬送車をひょいひょい動かすぞ、つって。で、動かしたら、効率が、良くなりましたと。そういうような実験分析をしていただいた研究になっておりますとかね、学生さんがですねどんどん、活躍して、いろんな論文を書いてくれていると。で、そういう論文を、まあ、調べればですね出てくるので、あ、自分はどんな研究がしたいかなっていうのね、他の研究室の先生方もそうですけれども、参考になればと思います。実際に、無料で読めますんで、論文ってね、さっき同時に知った話しましたけど、論文ってね、すごい文化なのよ。まずね、自分でテフとかワードとかで書くんですよ。今の PDF 出しましたけど、自分で書くのよ。組版までするのよ。ほぼ出版状態まで作るのよ。で、それを作って出版社に投稿をするんですよ。で、そしたら、その出版社に、から、他の研究者に対して査読っていうのを行って、この論文ちゃんとしてますかっていうことを、出版社は考えないで、出版社じゃなくって、そこから依頼された何にも関係ない研究者に対してお願いが行くんですよ。無料ね。で、それで査読っていうのをして、あ、この研究いい研究だと思いますよってその出版社に教えてあげて、その出版社が OK って言って、その採択するんですよ。で、採択するじゃん。で、出版するんだよ。昔は本で出版してたんですけど、今はもうインターネットなので、こんな感じでね、ダウンロードできる状態にしてくれるんですけど、その、出版するときに、我々が、論文書いた側がお金を払う。意味がわかんないですよね。まあ、要するに広告宣伝費を払うみたいなもんですわ。で、それで、しかもだ、その論文雑誌を読むためには、大学とかが、その出版社にお金を払ってるんですよ。バカかって話ですよね。なので僕はこれ同人誌出版って言ってますけどね、同人誌出版するときは自費出版なので、自分で出版費用を払わなきゃいけないので同人誌出版ですよね。でもそれでさ、売ったらさ、金もらえるはずなのにさ、もらえないんですよ。しかもすごいですよ、この論文っていうのは著作権を全部渡すからね。なので、そういうのに、それによってそのお金がない人が論文読めなくなるってのが困るので、アーカイブっていう文化はね、非常に良い文化だと思いますけれどもね。まあそんな感じでね、研究業界の闇を暴いてますけれども、はい。スープカレー肉抜きがいいんですか？はい。あ、ジンギスカンいいですね。北海道大学の物理学会でみんなでジンギスカン食べましょう。はい。今回の学会、東北大学ですね。ずんだ餅めっちゃ食べてました。そう。ね、まさに自費出版でしょ。ひどいよね。まあそんなこと言ったってしょうがないんですけど、まあそういうふうにして研究っていうのは、その活動において、まあいろんなお金が必要だったりとか、ね、やることあるんですけれども、まあそういう研究のノウハウとかをね、研究室所属すると学ぶことができますので、まあそれでですね、民間企業に就職しても、研究っていうのは、研究開発っていうのは、理系の人たちだったらね、まあ、抜きにできないことでございますので、まあ、そういうところをですね、この大学学部4年生の時にですね、研究室で学んで、まあ、人によっては修士課程に行って、さらに深めて、博士課程にさらに行ってですね、研究者になっちゃうと。で、ちなみに修士課程、博士課程、まあ、5年ぐらいあるわけですけれども、その5年ぐらいやりますとですね、もう先ほど言いましたように世界で一番になりますんで、その分野での、なんていうんですか、代名詞、もうなんだろう、スピングラスの相対変換を聞くなら大関だ、みたいな感じで、その分野が、研究分野があなたの全てになるという、そのね、あなたがいたからそういう研究ができたのよ、みたいなね、ことが、ありえますので、そういった意味でもやりがいがあるんじゃないかなと思いますね。まあ、最初はね、本当に、こんな研究何の意味があるんだとか、うまくいかなくて難しすぎるとかね、へこむことあるんですけれども、まあ、何回も何回も挑戦すると、1回やってダメなら2回やればよいし、2回やってダメなら3回やればいいんで、まあ、そんな感じで、もうしつこく、とにかく何とかしてやろうという意地を見せればですね、なんか勝利の女神が微笑むみたいなことはありますので、まあ、そういった意味では諦めずに研究をしてほしいなと思いますね。はい。
まあそんな感じで、研究室紹介、研究紹介ですね。まあうちの量子アニーリングを研究してますよと。まあ大関本人は最近は量子アニーリングは学生さんとか企業さんの共同研究で賄っていて、他の 研究をしようと思ってて。NASA と Google がその量子コンピューターのランダム量子回路っていうのを作って、で、そのランダム量子回路で量子超越性を示したとかね、そういうセンセーショナルなニュースがあったと思いますけれども、まあ、その量子ランダム回路の性質を調べるっていう研究がまあ必要でございまして、で、それを、僕は個人的には一番推している研究ですね。で、そういう研究ができるっていうのはなかなか難しくって、量子コンピューター先ほど言いましたように指数関数的にその自由度が増すわけですよね。2量子ビットだったら4状態だし、10量子ビットだったら2の10乗通りの場合の数があって、で、そういうものを扱うことができる学問ってありますかっていうと、いや、量子コンピューターなら量子力学でしょとか思うかもしれないですけど、統計力学っていうのがあるんですよ。うちの研究室の売りはですね、統計力学なんですよね。統計っていうのは聞いたことあると思うんですよ。平均分散取りましょうとか、ガウス分布に従いますとか、なんかそんな感じの話あったと思いますけど、それをね、力学に用いる。まあ動き、物の動きとか、物理の世界で統計を使うっていうのがありまして、要するにすんげえ数がいると、全部扱ってらんないんですよね。で、全部扱ってらんないので、平均を調べるとか、そのある種の統計を調べましょうっていう計算方法があって、で、それで物質のことを理解したりとか、そういうことがあるんですね。で、例えば物質なんて1モルとか教わったじゃないですか。あれ 6.02×10 の23乗個もあるんですよ。そんなのをさ、一粒一粒扱ってられますかって話で無理でしょ。なので、ざっくりと統計を取って調べますっていうのが統計力学っていう計算方法で、別にざっくりとしてるからって間違ってるわけじゃないんですよ。暗転法とか言ったりしますけど、あと中心極限定理っていうのがあるんですけれども、めちゃくちゃ数がたくさんになると、所詮お前はガウス分布だとか、所詮お前は積分するとか言ってるけれども、一点の値だけで代表することができるとか、そういう計算のちゃんとテクニックがありまして、全然近似じゃなく、非常に良い精度で、予言することが、この世のことを予言することができるんですね。で、なので、それを利用すれば、量子ランダム回路のすんげーたくさんの自由度を持つ系であっても、理解することが、解析することができたりする。ので、量子ランダム回路の統計力学っていうのは、まあ、個人的にもそうですし、世界的にも、独自な研究をしようかな、つって、一人でやってますけどね。まあ、何人か興味持っていてくれてますけれども。まあ、そんな感じで新しい分野ボン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 切り開いていきますので、一緒にね、まあ、協力してくれる人もそうだし、先生そっちやってっから俺こっちやるわ、みたいな感じで関係ない研究やるってのも全然ウェルカムでございますんでね。みんなが活躍してくれるようないい研究室にしたいなと思ってますんでね。はい。誤り訂正符号がって言ってますけどもね。量子誤り訂正符号はね、一応まあ、もう基本的に、終わったっつうか、やれたと思ってるんですけどね。僕が先ほど言いましたけど、ずっと諦めきれずに卒論からずっとやってきた研究っていうのは、量子コンピューターの誤り訂正符号っていうやつでね。量子コンピューターの誤り訂正符号なんて、もう、なんでしょう、量子力学まんまじゃんとか思うんですけど、実はこれも統計力学使うんですよ。誤り訂正符号って何かって、コンピューターが0、1とかのそのシーケンスで情報を持ってるでしょ。で、それが0が1に変わったとか、1が0に変わったとか、ちょっとエラーを起こすんですよ。でもそのエラーがどこにあって、そのエラーを直すっていうのを誤り訂正って言うんですけども、その誤り訂正がしやすく情報を表現するっていうのが誤り訂正符号っていうね。で、例えば0をその送りたい、0を保持したいっていう時に、0だけだったら0が1になっちゃって、もうわかんねえってなっちゃうじゃないですか。だけど一番簡単なのは、0を送りたかったら0、0、0って3つにしましょうと。で、そしたら、0、1、0って変わっちゃったとしても、多数決で0だよってわかるじゃないですか。まあ、これが一番シンプルな例ですけれども、そういうふうにして、情報の組み方を工夫することによって、超ロバストな強い、誤りに強い符号化をする。誤り訂正符号と言います。で、それのね、解析がね、情報たくさんあるので、0、1たくさんあるので、やっぱ統計力学使うんですよ。なので、統計力学、情報統計力学とか言ったりするんですけれども、その誤り訂正符号ね、通信の分野だったりとか、その情報科学の分野でも、情報科学なんてもうとにかくデータ多いじゃないですか。今なんてね、ビッグデータとかずいぶん昔に言ってたけど、すんげえデータあるでしょ。機械学習だってそうでしょ。画像バンバカバンバカ投げてさ、確率勾配法でガン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 最適化するわけでしょ。そしたらすんげえ自由度あるじゃん。画像もそうだけど。
それを調べるのに実験してられるかっつうんだよね。プログラム組んで実験してられるかっつうんですよ。大変ですよね。なので、コンピュータープログラムだけじゃなくって、計算を行いましょうつって、統計力学っていうツールが非常に役に立つんですね。で、まあその日、統計力学なんか習ってねえよ、もしくはその授業でやってたけれども受講しなかったよっていう人いっぱいいると思うんですけど、大丈夫。何ですか？教科書に書いてある統計力学使わないんで大丈夫です。統計力学の教科書も書き換えたいんですけれどもね、フェルミオンとかボソンとか使わないので、物質の統計力学とか使わないので、ご安心ください。もう使うのはガウス積分です。中心極限定理です。だからむしろ確率統計の基本知識を使いますので、あ、統計力学だから僕知らないやーつって凹む必要はないかと思います。で、別にね、うちの学生さんだって最初はそんなこと知らへんっていう状況で、で、大学院の講義だったりとか、セミナーを聞いてね、できるようになった、真似してできるようになったっていうわけですから、そんなね、最初からハードル上げる必要はございませんので。ただいずれにせよ、その情報科学の問題に、その物理の手法である統計力学とか、量子コンピューターなら量子力学とか、そういったものが関わってるんだねっていうことで、その多種多様な分野を勉強することができるかなと。人によると思うんですよ。それだけ何か一つの分野だけ、一つの何でしょう、項目だけ、めちゃくちゃ勉強して深めた方がいいですっていう人もいると思うんですけど、僕の研究室、僕自身はいろんなことを並列的にやっちゃう人なので、これも面白いな、あれも面白いなって、まあ、ある種の浮気症なんですけれども、でもそれがなんか実は一緒だよねとか、つながってるよねっていうことを見出すのが快感だったりします。で、そういう快感を持ってくれる人は、この研究室に向いてるのかなと思いますね。うちは、素粒子理論、場の粒子論でございますけれども、結局統計物理なんですよね、ってね。そうでしょう。節度論やってさ、ガウス積分やってさ、みたいなね。はい。QECC、あ、誤り訂正符号ですね。今、ホログラフィー原理で流行ってる印象。そう、私もその関連、そうなんですよ。ホログラフィー原理とか、ね。楽しいよね。もう早く今研究してえなって思い出しちゃったんですけどもね。体調悪いから、多分この配信を切った途端に私倒れますけれども。もう一回解熱剤出す、飲みますけれどもね。あれですね。配信してみると思いますけれども、やっぱり人前に出るとシャキッとしますよね。だから、本当は体調悪くて全然動けなかったはずなのに、なんだお前動いて喋ってんじゃねえかよってね。一部の人には石投げられそうでございますけれども。いや、人間そういうもんなんだって。さすがにこの体調で新幹線乗って東京行ってビルの中のなんか検温するやつでビーって言われたらなんかへこむじゃないですか。だからそれはね、ご迷惑かけますんでやめますけれどもね。というわけで、オンラインで、研究室紹介をするっていうのはなかなか画期的なんじゃないかと思いますけどね。普段 YouTube 見ていただいてる方々からね、こうやってコメントいただいてますけど、大丈夫ですか？研究室所属を考えている方からの質問とか大丈夫ですか？こんな雰囲気なんだな、ふむふむって分かっていただければ、まあそれで全然結構でございますけどもね。昨日今日、なんかその研究室見学、研究室紹介というのを、そのうちの青葉山キャンパスの工学部でやってるみたいですよ。電気情報物理工学科でやってんのかな？で、なんかスタンプラリーみたいなのやるんですよね。で、いろんな研究室を回って、まあ、オンラインだけじゃなくって、現地で学生さんが、うちの研究室こんなんだよって紹介してたりとかするとは思うんですけれどもね。まあ、一番わかりやすいのは、この配信もそうですけれども、最近やってます研究室のオープン化、オープンリサーチスタイルっていうのをね、この前配信しましたし、オープンキャンパスのね 動画ありますんで、オープンキャンパスで、実はですね、ここにいらっしゃいます、うさぎさんとか、うちの大学院生のね、トナカイくんとかですね、が、キャンパス内を走るというですね、意味のわかんないイベントをやりまして、まあ、それで僕らがケラケラ笑うっていうですね、そんな感じのイベントやったんですけど、その中でですね、大学入試とか、大学院入試とか、あと、研究室の研究の様子とか、オープンにしておりますんで どんな雰囲気で研究が進むんだろうとか、そういうのを生々しく見たかったらですね、オープンキャンパスの終わった後の夜の配信を見るといいと思います。4年生の人たちが、大学院入試の前だよ。巡回セールスマン問題をですね、うさぎさんとトナカイさんのために解いてですね、一番ポイントが高くなるにはどうしたらいいかっつってですね 夜通し。
やってんだよ。いい研究題材だな、いい光景だなと思ったんですけどもね。で、それで実際オープンキャンパス中にね、2日目にね、走った。杉さんが走ったっていうですね。そういうイベントがございますんで、うちの研究室の雰囲気が一番わかるんじゃないかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。高専から編入は可能でございますか？可能でございます。うちに何人かいますよ。高専から編入してきてくれて、で、大学院のうちの研究室に所属している子もいますので、全然ウェルカムでございますね。しかもさ、高専の人ってさ、マジ優秀なのね。実務能力半端ないのよ。もう全部高専にしろよとか思うぐらいに、すごいポテンシャル持ってらっしゃいますので、なんでしょうね。ぜひとも果敢にですね、挑戦してほしいなと思いますね。研究者に向いてるよ。高専出身の人たちは。もちろん、エンジニアになるとか、何かのお仕事にね、なるとか決めてるかもしれないんですけれども、君らが一番すごい。もうね、いろんなところで高専の出身の方、編入した方とかね、知ってますけれども、本当に頼もしいですからね。よろしくお願いいたします。はい。コメントありがとうございます。よろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じで、11時半になりましたね。久々の、生配信ということで、体調悪いから大丈夫かなと思いましたけどもね、なんとかこなすことができました。やっぱ生配信いいですね。本当は夏休み中に生配信やろうと思ったんですけどもね、非常に予定がわけわかんない予定だらけだったので、本当にね、生配信できずにすいませんって感じでございますけどもね。はい。まあ、物理学会だったり、磁気共鳴医学会だったりとか、まあ、いわゆる学会三昧でした。ああ、ですね。今、見直してみると。予定表を見直してみると、そんな感じでございますね。まあ、イベント関係で言うと、クォンタムアニーリング for you、クォンタムコンピューティング for you というのをやってきましたけれども、それについてですね、次回以降の話も目処がつきましたので、それのね、そろそろ準備をして、皆さんにね、紹介できる頃かなというのが来ましたんで、先走って言っときますけれども、QA4U、QC4U は、今年度かな。今年度、海外で実行します。YouTube だから海外もクソもないだろうって話なんですけど、現地で、ワークショップをやろうと思ってます。YouTube でこういうふうに公開するのももちろん大事なんですけれども、やっぱり、現地でですね、現地の人たちと一緒に、ワークショップを開いてですね、量子アニーリングでアプリを作るとか、まあ、友達になるとかですね、そういうことをやっていこうかなと思いますんで、次はですね、海外で QA4U、QC4U という予定がございます。ぶっ飛んでるね。他にも、クォンタムビジネス 4U っていうのをやろうとしておりまして、これはね、どういう形式にするかっていうのがまだ悩んでるんですけど、まあ、平たく言うとね、皆さんが作っていただいた量子アプリというものをですね、いかに事業化とかスタートアップ創出に結びつけていくかっていう仕掛けをですね、さらに仕込んだ、イベントをですね、開始しようと思っておりますんで、まあ、乞うご期待という感じでございますね。まあ、近々公表、多分昨日ぐらいかな、公表されたと思いますけれども、東北大学って量子ソリューション拠点として政府から認定されているんですけれども、すごいですよ。量子ソリューション拠点で認定しようが予算をつかないっていうね、意味のわかんないスタイルだったんですけれども、ついにですね、それの支援をするというのが始まりましたんで、まあ、その支援にも基づいて、たくさん活動をですね、広げていこうかなと思っておりますんで、乞うご期待でございます。はい。私も学会前に筑波大学で緊急会があって、学会とまとめて10日ほど、大遠征しました。夏忙しかったです。 それがあって夏休みだよね、本当にね。あ、寿司パパさん楽しみにしています。ありがとうございます。現地でやると言ってもですね、現地から YouTube だったりとか動画撮って公開したりとかする予定でございますんで、それはね、皆さんの、見ることができるようにしようと思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい。なもんかな。 まあ、改めてはね、正式には改めて、お伝えしようかなと思いますけれども、せっかくのチャンスでございますんでね、予告編ということでお伝えいたしました。
それでは、11時35分になっちゃいましたね。今日はこの辺でおしまいにしようかなと思います。あ、シンガポールいいですね。シンガポール行きましょう。はい。いい感じしてます。それでは、またどこかでお会いしましょう。お疲れ様でございました。研究室、どうぞよろしくお願いいたします。